さて着きましたね。米原駅。なんけど、ここは有人駅だもんね。近辺2世になってますし、あれですけど。こっちの辺りとかがレトロな感じですよね。で、目的はこれです。結構利用者さんはね、めちゃくちゃ多かったんでね。まあ、立ち客は、まあ、ギリギリ出ないけどって感じぐらいですけどね。さあ、ターミナル。そしたら、新幹線じゃないね。ここはね、新幹線の駅もありますからね。うん。そう考えると、便利に来れるな。500円でこの移動ができるのは大きいな。はい、どうぞ。さあ、こんな感じだと思います。で、折り返しは12時37分。まあ、30分後ぐらいに、キブカー行ってね、そのままキブカー行きになるとか言ってるんや。1時間1分ぐらいですもんね。はあ、ってことなんですけど、問題はね、次、どうするかないけど、あと残してるのは高大社と大西町なんだよな。来てますもんね。妖怪地にやとかと思って、妖怪地にやとか乗ってるのに、なんでこんなとこ妖怪地にやったんだ。あんなフェスあるんや。知らんかった妖怪地市民やけど。さあ、ということでね、琵琶市。そう、サイクリングってね、やっぱ琵琶市。琵琶湖といえば琵琶市、サイクリングで有名なところなんで、まあ当然やっぱサイクルやる人も多そうな感じですけどね。さあ、米原駅ですね。まあ新幹線の停車駅としてもね、有名なところですけどね。まあ米原駅は前にも来てますからね。まあ分かってることがあるんです。食べ物屋はない。うん、なんか一応そこら辺になんかカフェとかもあるみたいですけど、おっさんが一人で入るにはね、12時のね、ピークの時間ですからね。一応ね、こんな辺りとか、でも一応、なんか建物建ってんな、南の川。これは市役所の掲示板。あ、市役所か。そっかそっか。で、市役所のところに、一応お弁当屋さんあんだ。ブレッド弁当。へぇ。焼きコーヒーとかね。あ、こんな感じだね。おにぎりイベントみたいな、こんな感じのやつがあるみたいなね。なるほどな。ちょっと軽くパンでも買ってこうかな、せっかくやから。よし、買ってきましたけどね。あとでゆっくりと食べましょう。ハーモニーするとね、ちょっと持ち運びとるあれに崩れそうやったんで、パンにしとくかなと。で、問題はここからだよね。前バレーかなって出てますけど、あ、そうそうそう、飛び出し坊やのね、ふるさととかがね、大宮八幡とかっちの方が飛び出しの中に何かありますもんね。で、こっから、JR 線こっちになるんですよね。あれですかね、とりあえずチャージをするだけね。チャージだけしないとね。まさかね、大見鉄道のね、乗る旅をするのにね、JR 線にね、乗るなんて不届きなことは考えてるわけないはずなんですけど、とりあえずね、行こうかのチャージをしないとね、行けませんからね。この後行くね、先の自販機でね、もしかしたらね、いくか使わないといけないって言っていけないね、場面も出るかもしれませんからね。そう、残高がね、ちょっと少なくなってますからね、行くか。そう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 。なのでね、JR 線でね、
ここでねチャージをねしよう。それだけですよ。チャージをしたいだけですからね。よいしょ。チャージ。効果のチャージができましたね。どこかに路線、あ、そこに路線図があるな。まあ、一応ね、リアルの路線図があるんですけどね。見るとね、そう。510円でね、大森八幡に行けるんですよね。なんか、どうだろうな、これ。どうだろうな。いや、どうかなとも思いますよ。そんなね。大見鉄道乗るだけ乗ってね、500円で済ませてるのにね、ここでね、ちょっとしたショートカットでね、510円、大見鉄道よりも高い金額を JR で払っていいのかどうかね、倫理的な問題をちょっと感じなくはない気もするけど、とはいえね、松原もね、この先こっち出たらね、フレンドパートぐらいしかないわけだ。ね。そうなるとね、どうするしかないかっていうとね、でしかもこっちは新快速も走ってますからね、便利に木部川に行けるんだよな、木部川じゃねえや、大見八幡まで行けるんだよな。そう、どうせこっちだとまだね、降りて乗り返してどうのこうのしないといけないんでね、多分彦根に着く頃くらいに、行けちゃえるんだよな、大見八幡まで。大見八幡行くか。まあ、分かりませんからね。いや、乗るかどうか分からんけどね。まあ、とりあえずね、行こうかもチャージしたんしね。まあ、とりあえずね、まあ、とりあえずちょっと行こうかタッチしちゃおうね。ソケット。あ、そう、ソケット買いたいもんね。で、次が、姫路方面、29分に出るね。29分に出るな。それでいいのかな。じゃあトイレしてこう。さあトイレを借りたんだけどね、そういえばね、あ、閉まった。入場券でね買ったらね、そのままこの駅で降りれるんですけどね、いくかでタッチしちゃいましたからね。そうするとね、入場券としては使えないかな。ということは、これはもはや、まあ一旦加古川行きね。あ、そうそう、入場券じゃないから一応車両に乗れますからね。これ仕方ないね。どうなると思うけど。あ。ちょっとねえねえ、のかな。